皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、稼ぎたいと思ったら、教室業に限らず、売れるものを売るという発想からスタートすることの勧めをお話ししたいと思います。私は教室集客、教室経営に特化したコンサルティング業をやっているわけなんですけれども、当然皆さんのご相談っていうのは教室業で生業を成り立たせたいという方の、ご相談が多いわけですよね。でその時にですね、ご本人がこの事業でやっていきたい、この内容でやっていきたいっていうのは当然お伺いするし、それを一旦こうトライ一緒にトライしてみる、で検証してみるっていうことをする場合もあるんですが、それがその時にはすぐ花開かない場合ですね。その状態の時には違うその人が持っているスキルから商品をもう一回作り直して売っていくというケースもあるんですよね。で場合によってはその人の苦手にチャレンジしてもらうケースもあったりします。苦手とか、あとは、そうじゃないんだけどなみたいに思って、前の仕事それで辞めたんだけどなみたいな、そういうようなケースとかも実はあったりするんですけれども、で私がいろいろ見ていてですね、もちろんその教室業の中でうまくいって、でさらに伸ばすために、コンサルを受ける方とかもいらっしゃるんですけれども、そうじゃない場合にはですね、違う切り口から考えてみるっていうのも、ビジネスとして仕事を捉えるんだったらありなんじゃないかなというふうに思っているんですよ。ですからその考えを柔軟に受け入れられる人は、稼ぎたいという、きちんと、人に自分のスキルを提供して対価としてお金をいただくっていう、ビジネスの活動ですね、これが循環するようにしたいということを優先する人にとっては、教室業の何々先生であるっていうことに非常に特化するとか固執するっていうことはなくていいんじゃないかなっていうのを、私自身もそうだし、私のクライアントさんで成功している方たちを見ているとそれを感じるので、一旦もしかして今ご自身がうまくいってない、でも本当はこういうスキルを持ってるんだっていうのがあったら、その切り口から業務を考えてみる、ビジネスを考えてみるっていうこともありなんじゃないかなと思って、今日はその提案をしてみたいと思います。では早速本題に入ります。まず私の例からお話をするとですね、私が仕事選びをどんな基準で選んでるかっていうのは昔から一貫して変わっていなくて、基本的にはサービス業ですね。大きな括りで言うとサービス業の人に喜んでもらえること、私が何かをして、それが価値サービス、ものを提供した時に喜んでもらえることっていう仕事をするって、もちろんその提供するものは自分が興味があるものとか、そういうものの方が得意だし楽しいんですけれどもね、それをやりたい。であともう一つ、物自体を販売したりとかっていう経験もあるんですけど、要は動かないものですね。私は形がないものを売るのは得意なセールスだったんですけど、形があるものを売るのはそこまで得意ではないタイプだなっていうのは、いろんなものを販売してきて感じてることなんですけれども、サービスを売るのがもともと得意なんです。一番最初旅行業をやってます。旅行は形がありません。その方のオーダーに合わせて、例えばどんな記念の旅行にしたいのか、思い出の旅行にしたいのかであれば、こんな旅館がいいんじゃないか、乗り物とかこんな乗り物を乗ってみたらどうかとか、当然それが移動の時間の速さだったりとか、あと乗り物のグレードでお金が変わったりとか、その人の好みに合わせてカスタマイズして組み立てていくっていう、手配旅行の場合はそういう感じだったんですけれども、その旅行業っていうのはそれが発揮される、私が一番最初に就いた職業ではあるんですけれども、それ自身も非常に私に合っていたし楽しい職業の一個でした。でその後同様にですね、住宅ですね、住宅の方も
扱ってみたかったので、インテリアコーディネーターの方に転職をしているんですけれども、私のやっていたインテリアコーディネーターの領域っていうのは、どちらかっていうと、そのカーテンだけで色彩計画とか、あとはキッチンとか、その設備関係の、内容とカラーリング打ち合わせするだけの専門特化したインテリアコーディネーターではなくて、家全体全部コーディネート打ち合わせ入っていくっていうタイプのコーディネーターだったので、予算にはもちろん限りはあるんですけれども、その方がどういう生活をしたいか、どういう家族でのライフスタイルを得たいかっていうことを中心にですね、カラーリングお手伝いしたりとか、設備のグレードを決めてったりとか、当然内装のファブリックとか、そういったものを、あと旦那さんがよく出てくる部分で言うと外装ですね、壁面とか屋根の色とか、その家の表に関わるところは男性の意見が強いんですけど。それを打ち合わせするコーディネーター。これもだから形はあるんだけどないんですよね。その方に合わせて内容がどんどん変わっていきますので。で、その後3つ目が、そのインテリアの経験を生かしてっていうことにはなるんですけれども、ブライダルのバンケットの内装関連のプロデュースの一環で、テーブルクロスのレンタルをする会社に行ってたので、どういう結婚式を主にされていく式場なのかとか、新郎新婦がどのような式をされるのを望むのかっていうことを、式場のブランドに関わる部分と、あとはキャンドルとか、花屋さんですね、花キャンドルとか内装の設備に関わるようなところとの、コラボレーションで会場全体を作っていく。これも形がないものなんですよね。で、その後ですね、着いたのが、日本ニーダーという、パンをこねる機械を売る会社に入ったんですけれども、これだけがですね、唯一ニーダーという、定価があり形がある商品を扱った私のセールス経験では初めての、ことだったんですけど、定価があるものっていうのは、買う側からすると、卸の方たちとかともお話をしますけど、利幅を得るためには当然安い方がいいわけですよね。だから定価をベースに、やっぱ何割で入るの、何割で入るのっていう値段交渉から入るような営業をせざるを得ないというか、それを相手が望む価値がとか言っている場合じゃなくて、金額いくらなのっていうのをもうズバリサクッと聞かれるところからスタートする営業っていうのを初めて経験して、上限があるっていうことは、利幅からするとこれぐらい欲しいよねっていう相手のお金の算段からスタートしてしまうので、売りにくいなっていうのが、正直私が感じた実感だったんですよね。ですから、価格を超える価値を伝えるっていうことをするために、いろいろそのパン作りの喜びがとか、いろいろそういったお話とかで、一般ユーザーにはまだ話はしていくことはできるんですけれども、結局使い方が分かってしまえば安いところから買いますよね。それは私だってそうです。だから価格ドットコムみたいな価格を比較できるところがあって、パソコンとかスペックさえ分かればその方から買うっていう必要は特にない場合がありますよね。もちろん販売店の方が親切にしてくれたから、価格ドットコムで買って1000円ぐらいしか違わないんだったらその人から買おうみたいな、それはあります。説明してくれたからっていうことで。だけど通常物っていうのは価格があって、同じものが他で売れてれば少しでも安いものを買いたいっていうのは普通の人間の心理なので、初めてそこでその物っていう上限があるものを売るのは難しいな、私がですよ、他の方は得意な方いらっしゃると思うんですけど、私は上限がないものばかり売っていたので、そういったものが得意なセールスだったなということを感じたんですね。で、なんでこの話をしてるかっていうと、私の遍歴をお伝えするということじゃなくて、要は人が喜んでもらえる、ありがとうと言ってもらえる仕事であれば、どんな仕事でも
私はできると思ったし、やれると思ったし、自分が気に入った商品であれば、販売セールスをすることはできるなっていうのを思っていたので、業界がバラバラでも大丈夫っていうふうに思っていたんです。まあ、業界の習わしと業界のルールを覚えるのは、まあ、若干大変な部分はもちろんあります。旅行業と建築業とブライダルと、まあ、食品パンとかの業界っていうのも全然違いますから、通例とか業界常識っていうのはやっぱりありますので、その観点からすると全然違う。ただそれを繰り返したことによって、まあ、どんな業界でも自分がやりたいと思った業界は勉強して研究すればどうにかできるっていうのが逆に分かったので、それも転職というか独立自営した時に自分がそれをやりたいと思えば多分できるっていうふうに思ったので、まあそんなに恐れることもなく自営の道へ入っていったわけなんですけれども、要は今日のテーマの稼ぐっていうことの観点から言うと、そのもの自体は何でもよくって、最終的にお客様に還元できる、その喜びとして対価でお給料をもらうっていう、そのバーターができれば私は業界何でもいいっていうふうに思うタイプの、もともと思考の人なんですよ。ですからまずポイントは、自分の人生において何を、まあ、人生っていうかビジネス人生において何を重きを置くのかっていうことなんですね。で、これはその方のライフステージによっても変わってくるんですよ。初期の頃、まずお金がどうしても欲しいっていう時期はやっぱりお金が稼げる方に向かったらよくって、で、中期の頃それが落ち着いてきて、売れないけれども本当にやりたかったことを片手間にやり始めるとか、そういうのもね、全然構わないと思っているんですよ。だから何も今、教室業のそこに固執することによって、その内容に固執するがためにうまくいかないんだったら違う視点で考えることっていうのもありなんじゃないですかっていう、要は本質的に自分がお仕事で通して何を得たいのかっていうのをもう一度問うてみるっていう、それがね、必要かなっていうふうに思ったりしているんです。だから私は人生のビジネス人生においてはサービス業で人に喜んでもらえることで、それによって対価を得る、そして形がないものを売る、これが私がまあやっていきたい部分の一つのこう条件になるので、まあそれで稼げればそれでいいっていうふうに考えるタイプの人です。そして実際に独立しても5個ぐらい業種立ち上げてやったりとかしましたけれども、もちろん早い段階で潰したものもあります。自分がもっとより集中したい、しかも得意分野でっていうのが見つかったら、やっぱそっちに力を集中したいので、やってみたけど縮小する、やめたとかいうのも当然あったりはしていますけれども、それは取捨選択で動いているものです。で、まず私のお話が1点目で、そこからポイントを1つ得てほしいっていうのがあります。で、同様に私のクライアントさんも数人ですね、事例をちょっとご紹介したいかなというふうに思うんですけれども、まずですね、私のクライアントさんに、まあ、情熱デザインペインターっていう、まあ、オーラ幸子さんっていう方いらっしゃるんですけれども、彼女ともともと出会った時にはその塗装のペイントの会社のパートさんで、かついずれ自分で独立自営をしたいと考えていて、その状態でパートさんをやってる方だったんですよね。その時に彼女と私は出会っているんですけれども。で、何で独立したかったかっていう、雑貨が彼女好きで、手先がとても器用で、木工雑貨、机とかも作ることもできるし、鉛筆立てとか額とかですね、そういうのを作ることもできる。で、それで身を立てたいっていうね、お話を聞いて、コンサルを始めたのがスタートでした。で、その時にじゃあどれぐらいその雑貨を作るのに時間がかかって、いくらで売れてるのかっていう話と、彼女が欲しいと言ってる金額、家族をこういう状態にして旅行にも行きたいんだっていう額を聞くと、その雑貨を手作りで作っているレベルでは到底かなわない金額だったんですよね、もともと。で、私が彼女に提案したのは、まあ、その塗装の技術があるわけだし、その女性でね、
ペイントをする、出張ペイントとかね、そういうことをする方っていうのはあまり聞いたことがないから、そちらの方でもしうまくいくんだったら、それでやってみたらどうかっていう壁塗りのサービスをね、やってもらうことにしたんですよ。そちらの方が、利率が高そうだったからです。利率、利益率が高そうだったから。実際にトライしてもらったし、私もその経過を見ていたんですけれども、これやらないとわからないんですけれども、その家にやはり呼んでですね、塗装を代わりにやるんじゃなくて、塗装をやるやり方を教えて本人に他のとこも塗ってもらうっていうやつだったんですけども、結局依頼したいっていう方はいらっしゃってもですね、自分でやるっていう方を探す方が難しかったんですよね。で、そこは数ヶ月半年ぐらい見てちょっと違うなっていうことになった時に、やはりその私がその時にその会社の社長さんと一緒に作っていたボードですね、背景ボード、写真の背景ボード、これは私が非常に写真を撮っている時に困っていて、商品開発を依頼して、まあ実際にその塗装の社長さんに作ってもらってですね、商品化もしている最中だったものなんですけど、それをさらに教える方に主に特化した形で、オリジナルな色合いとかでやるっていうのを、その社長の許可を得られればそちらでやった方が多分いいと思うっていうふうにお話ししてて、そちらに移行して、そちらですごい大ブレイクした方なんですよね。だから求めるものが多分いると当然私は思ったし、でそれをご紹介してくれる人脈と私はつなぐこともできるって思っていたので、写真家の先生何人か知り合いがいましたからね。で皆さん一旦お話を聞いたら、あ、それは便利だと思うっていうことで、商品開発の、コメントをくださったり、お手伝いをしてくださったりする方につなぐこともできると思ったので。まあ、それでやってうまくいったんですけれども、だから雑貨の方はどうしてもやりたくなったらまた違う時に、それは儲からないかもしれないけど本当に好きなことっていうことの時にできるまで稼いでからやったらどうですかということで、やられて、でそのようにスタートした方でうまくいってる方いらっしゃいます。で、もう一人ですね、違う方でですね、アンティークの、商品を扱っている橋本玲子さんという方いらっしゃるんですけれども、彼女ももともとアンティークを、まあ、やりたいっていうことで、物販の方でですね、私のところに入ってきて、で実際にアンティークもやってもらってたんですけれども、ご自宅の事情でですね、自宅の一角でアンティークショップをやっていたんですが、それを閉鎖しなくてはいけない自宅の事情がありまして、アンティークは1年半2年くらいだったのかな、で閉じることになったんですよね。でその後じゃあ何をするのっていうことで、もともとセラピー的なものとかアロマエッセンシャルオイルとか、そういった心理を扱うようなお仕事とかにもともと興味があったし、そういう資格とかも徐々に徐々に取っていらっしゃったので、そちらの方を中心にお仕事をしていくっていうふうにシフトしたんですよね。アンティークからそちらの方に、まあ、ルノルマンカードっていうカードリーディングのセッションであったりとか、まあ、心理、まあ、瞑想ですね、あとエッセンシャルオイルとかフラワーレメディーとか、なんかそちらもあったのかな、まあ、とにかくいわゆる、まあ世の中的の区分で言うとスピリチュアルと言われる領域の方、ただ彼女の提案するスピリチュアルはどちらかというとこうふわふわしてる形のものじゃなくて、地に足がついた形での、まあ、提案っていう形でやられていて、そちらの方に今シフトはしていますし、それでクライアントさんの信頼を得ながら今どんどん進んでいってるっていう形ですね。だから家の事情で余儀なくそれを閉じることになったとしても、また違う自分の得意の領域をさらに伸ばしてやっていくっていう、まあそれができている例で、まだまだこれから多分伸びていくと思うんですけれども、ここで要は不測の事態があって、それを一旦閉じることがあっても、彼女はきっとまたどこかでそれをアンティークをねやりたいと思ったら、きっとその時間のね都合がつく中でまたもう一回やってみたらいいんじゃないかと思ってるし、別にそれで終わったわけではないので、そのまま続くっていうことは全然あり得ると思っているんですよね。
で、その他にもですね、金沢月子さんっていう動画をやられている、私のクライアントさんいらっしゃるんですけれども、彼女と出会ったのは違う企業塾でですね、ちょっと、私が覚えたいビジネスのスタイルがあって、それをこう得意として教えるコンサルタントの先生のところの経営塾の方で、隣の席に座ったのがきっかけだったかな、でお会いした方だったんですけど、当時彼女は子育て先生術って言って、もともと先生術を扱える方だったので、そのお母さん向けに、ママたちの、先生術みたいなのをこう売り出そうとして、企画を立ててやって、企業でやってる最中だったんですけど、私彼女が先生術できるっていうのは、その見た目の様子をビジネスライクな、感じの雰囲気の方だったんで、子育て先生術かって思ったんですけれども、動画テレビディレクター、元テレビディレクター18年やってたっていう、それを聞いて、いや動画だろうとか 思ったんですよね。先生術やりたかったんです、本人がね。だけれども、世の中的にはそんなにすぐにそれで起業して稼げるっていう、しかもママっていうターゲットにするっていうことはなかなか難しいんですよね、お金にちゃんとしていくには。ということで、ご本人も多分うつうつ感じてたんだと思うし、どうしようかなって思ってる時に、いや動画でしょうっていうことで私もお話しさせていただいて、そして動画の方向でじゃあやっていくっていうことで、その後も一緒に見させてもらってるんですけれども、やはり得意分野なんですよ、18年やってるから。で、会社を辞める理由っていうのは当然いろいろあるんですよ。その動画のこういうことがもう嫌になってみたいなとこもあるんでしょうけども、それは会社員で動いてた時の自分であって、独立自営になるとまた違う切り口から動画とかも当然提案することができるわけで、私も動画は扱い始めましたけど、起業して当然その番組を構成してた人とかの目線っていうものは、それはやはり財産であり宝であって、私も学ぶところも非常に多かったので、いやこれは商売になるでしょうっていうふうに思ったので、で実際にやってもらって、でそちらの方でも、稼げるようになって、で法人の方でも需要が出てきてるっていうところで、今法人も扱うようになって、でそこが少しこうある程度売り上げが見えてくると、もう一回別に先生術もう一回やってみてもいいわけですよね。今度はビジネスでお付き合いがあった起業家であったりとか、起業されてる方向けに先生術をやるとかっていうこともやり始めてたりとかするので、どこかの段階でまたそれを扱うっていうこともできるようになったりとかするんですね。ですから、その自分の過去、仮に会社を辞めたとしても、それからまた変わっていく自分の範疇において、また新しい出会いとか新しいやり方とかがあったりするので、過去のね、自分の経験ってやっぱりお仕事には強みとして生かしやすいんですよね、やはりどう考えても。はい、そんなケースもありました。あと、そうですね、もう一人、最近私のところにご入会くださった方で、伊藤幸さんという方いらっしゃるんですけど、彼女はもともとバレエのティアラを作って売っていきたいということでされている方だし、今でももちろんティアラやってます、やってるんですけれども、ティアラはそこまでこう爆発的に急に伸びていくような商材ではなくて、地道に広げていかないといけないので、結構苦戦する部分とかもありますし、とはいえちゃんとね、教えてる方には教えてられるんですけど、でも自分のウェブサイトを作る過程の中でですね、デザインがどうしても大事だなっていうことを彼女自身が自覚をして、そしてデザインを勉強して、でそのデザインがかなりよくできるようになって、でそれが今度苦手だったんですよ、もともとデザインが。でそれが得意の領域に変わると、それはちょうど出会いっていうところもあるし、タイミングもあるんですが、私自身が、デザインっていうものを重視するコンサルタントであり、私のところのクライアントさんもデザインをやっぱり良くしてあげたいよねっていうふうに思っているので、私から
仕事が当然流れていくし、うちのメンバーの中でも、まあ、知ってる仲間がやっていて安心して頼めるんだなということで、そちらのみんながわーわーわーって頼むようになって、集客っていうことをしなくても仕事がどんどん入ってきて回るようになるっていう。だからもともとシステムエンジニアだったんですよね。あのウェブサイトをいじったり構築する方の、若干デザインの分野とはもちろん違うんですけれども、そちらの方でかなりできてた方がさらにデザインを武器にしているから、その状態で作っていけるので、安心して皆さんがやはりお任せできるということで、これもあの本当はそちらの方からバレエをやりたく、バレエのティアラやりたくてって転身をしたけど、すぐにあのスキルとしてみんなから求められてお金になっていくのはそちらでっていうことで動き始めている。ただ別にティアラをだからやめたわけではなくて、それが落ち着いてくればまたティアラも同時にやったっていいんじゃないのかっていう、そういうことで今動いているんですね。ですからあの数人の例をお伝えしましたけれども、あの固執しないことですね、成功の秘訣は。あの本当にまあ教室業のそれしかできない方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、何か違う経歴、まあ、自分が勝手に封印している経歴とかが仮にあったとして、それが世の中に求められているものに変換することができて、お金かマネタイズすることができるんなら、起業初期はそっちを優先した方がいい場合も結構あります、うん、だから自分のこだわりなだけで、要はお金にしやすいのは世の中に求められているもの、人から感謝されるものの方がお金にしやすいんですよね、単純に。それに気がついて自分がそこで動いていける覚悟ができるかどうかっていうことで、割とあのうまくいかないケースっていうのが、私はこれをやりたいんです、私はこれをしたいんです、私はっていう主語がものすごく多い方はうまくいきにくいですね。あの私はだからです、あのその私が提供したいものに合う人を私が探しに行かないといけないから、あの難しいんですよ。あなたがっていうか、まあお客様がですね、お客様が欲しいものをに私が合わせていく方が早いですね、手っ取り早い。だからといってあの自分がものすごく嫌で嫌でしょうがないことをやるとこまではしなくていいですよ。だけど第一優先は何なのかっていうことを考えた時に、やっぱり起業初期はスタートダッシュでうまくいかせたいし、あのご本人も頑張れる、私やれるっていう多分実感が欲しいと思うので、であればあの自分が持ってるスキルを生かすっていう方が起業初期はおそらくやりやすいかなというふうに思っています。だから私は今はコンサルタントをやってます。でもそれは会社員からいきなりコンサルタントは無理だったので、間にパン教室を挟んでます。コンサルタントになりたいパン教室の先生なんですよ。教室業の経営のコンサルタントになるから。でその時、じゃあなんでパンを選んだのって言ったら、最後の職業がパンをこねる機械を売る営業だった時に、パン業界のこととかパン教室のことをものすごく勉強していたし、自分もパンもたくさん作っていたからということでなったっていう経緯がありますから、間に自分の本来ではないものだけれども先に分かりやすくマネタイズできそうな方を一旦間に挟んでいるんですよね。その間6年です。だから一足飛びに夢が叶う場合ももちろんあるし、一瞬遠回り風に見えるようなことっていうのを挟まないとうまくいかない時とかもあるので、最終的にうまくいくためにどの道を通ればうまくいきそうかっていうことを一旦点検してみる必要があるかなっていうふうに思いまして、本日はそんな話をしてみました。それでは最後のまとめです。稼ぎたいと思ったら教室業に限らず売れるものを売る発想からスタートすることの勧めのまとめとは、極意ですね。極意とは、自分のやりたい夢だけに固執しない、お金化するマネタイズをする方向から自分のスキルを照らし合わせて考えてみる、この考え方を持つ必要があるんじゃないかなということで、今日はお話をしてみました。よろしかったらご検討してみてください。それでは。